皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作力チャンネルでもご視聴ありがとうございます。今日はですね、福島県は北塩原村某所に来てるんですけれども、今日はですね、こちら特待機ありますけれども、特定外来生物対策研究室、こちらのですね、2年ぶりの活動になります。というわけで、まあ合図なんですけれども、まあもちろんですね、今日は内田ザリガニを釣りに来ました。はい、まあ、2年前ですね、一応釣りに行く動画を作ったんですけれども、まあ、結局坊主で1匹も釣れずに終わってしまったということだったんで、今日はですね、その場所を変えまして、まあ、その北塩原村の某所なんですけれども、ここはですね、まあ、年に1回ザリガニ釣り大会が行われる場所なんですけれども、まあ、今年はですね、まあ、例の感染症の関係でちょっと中止になってしまったんですが、まあ、ここはですね、まあ、場所こそ明確に公開はされてませんけれども、まあ、知る人ぞ知る、まあ、内田ザリガニの釣りスポットになってるんですけれど、まあ、今日はですね、1匹でも、まあ、多く釣れればいいなと思ってここに来て、早速釣りの方をやっていきたいと思います。ザリガニが釣れる池がここに1つと、画面の奥の方なんですけど、あっちの方にもう1つと、あとここに沢が流れていて、でその道を挟んで反対側にも沢があって、まあ、そっちでも釣れるみたいなんですけど、とりあえずはですね、こっちの池からちょっと釣っていきたいなと思います。で今日の釣りの仕掛けなんですけど、こちら、はい、コンパクト携帯ペン型釣り竿ということで、これ一応プライズ品なんですけれども、まあ取ったら取ったりちょっと使い道がなくてずっと置きっぱになってたんですけど、まあ今回ちょっとザリガニ釣りやってことで持ってきてみました。でそれにこの当たり目をつけて、で釣って、でまあ内田ザリガニはもとより、まあ、アメリカザリガニもそうなんですけど、まあ、その外来種のザリガニっていうのは、生きたまま移動させることが禁止されてまして、持ち運ぶならば必ずその場で、締めるか、その場で、もう食べるかどちらかなんですね。なので、釣ったものはその場で、食べられるように一応カセットコンロも持ってきてあります。で水も用意してあります。はい、というわけでこちらちょっと開けてみましょうか。はい、竿の方なんですけども、まあもちろん見ての通りこれペン型ですね。ここにポケットにつけられるようなものもついてるんですけれども、こちらが竿で、ここにちゃんとしたリールもついてます。
午前から1時間ほど粘ったんですが、まあ、結局釣れたのは1匹だけでした。はい、まあ、そんなに大きくないんで、これはちょっとね、食べるところもほとんどないかなと思うんですけど、とりあえず午前の部は午前の部として、こいつをですね、ちょっと調理したいと思います。というわけで茹で上がりました、はい、見た目はですね、まあ、非常に美味しそうなこういう真っ赤な色してるんですけど、まあ2年前に食べた時も思ったんですけど、もう香りは本当にエビとかカニみたいな、そういう匂いがちゃんとしてます、はい、じゃあちょっと身をほぐしてみましょうか。めっちゃいい、ちっちゃい匂いだったんですけど、結構身は大きいですね、その割には、はい、じゃあもうすでに非常にいい香りがしてますけど、やっぱり美味しいエビですね、はい、そんなに泥臭さは感じないです、はい、じゃあ次はこちらハサミの方を食べてみたいと思います。ちょっと小さくて割りづらいんでキッチンバサミで切ります、はい、というわけでハサミの肉です、はい、うん、こっちはですね、匂いがカニですね、はい、カニっぽい香りがします。味もカニですね、やっぱりね、はい、さすがにハサミも小さいんで、ちょっとあんまり食べ応えはないですけど、まあ、味はちゃんとしたカニの味です。はい、というわけで帰ってまいりました。午前はですね、全然釣れなくて、
まあ、これ坊主で飼えるんじゃないかと心配したんですけども、まあ、午前にやっと1匹連れて、でそれでまあ1匹だけ煮て食べたんですけれども、まあまあ午後になってからはなんとか、コツをつかんだと言いましたね、なんとか6匹釣ることができました。でその6匹釣ったうちで、まあ、一番大きいものでもこのサイズなんですよね、はい。まあ、こう全長で見てだいたい13センチくらいなんですけど、まあ、そんなにね大きいものが釣れたわけじゃありません、はい。まあ、その2年前と比べてもやっぱりちょっとやっぱり小さいですよね、はい。とりあえずは、煮て、一応冷凍して持ってきました、はい。まあ、今日の晩飯の酒のつまみになるかどうかですけど、まあ、一応それで食べたいと思います、はい。まあ、というわけで、一応ザリガニ釣りは、まあ、2年前のリベンジは一応果たせたかなとは思うんですけども、まあ、釣ったサイズ的にはまだまだちょっとね不安が残る点はあるので、まあもっと別な釣りスポットとかをですね、探して、もっとですね大きいやつを釣ってみたいなと思うんですけども、まあ今年はですねまだちょっとチャンスはあるかと思うので、まあ近いうちにまた、釣りに行ってみたいなと思います、はい。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画を再生している人からよろしければ他の動画も見ていってください。それではまた別の動画でお会いしましょう。